赤松市、まず赤松のり村でこう行って、ここを飛ばしてこちらに入っていったと。こう行ってこう行ってこう行って、ここで可決の乱で滅びちゃいましたと。その後赤松正典が、によって復活するわけですけども、正典の死後こちらの方に移ります。要するにこの典助、の子孫であるこの七条家移ります。吉村から、春政、吉助、典房時で滅びます。有力なあれとしては、この定典の子孫であるこの持定、三定、いわゆる春日部家、それから大河内別所氏は、この持典さんがどうもあの他の別所を継いで、それがこの長春にまで続いていくつくのでも、この辺がちょっと実はよくわからないと。通常この人がドーン出てきてということですね。それからこの有馬家、持家、元家という将軍家に継げた側近、まあそこから所流の方が最後この、久留米藩に来ます。まあそういう流れで赤松家は続いておりますけども、あの前回一応可決の乱で滅びたとなりますけども、可決の乱に滅びた後、可決の乱とその後の山の宗図の暗躍によって赤松家が滅亡すると。まあやられたのは、もともと可決の乱で滅ぼされたのはこの辺なんですけども、この辺も、滅ぼされたんですが、この人は、吉典の取り次ぎを務めていて、吉典の側近中の側近だったわけですけども、当然この赤松本家にはこうしたわけですが、山名宗全が水政から湧く文軍を取り上げて最初に滅ぼされてしまったと、いうことになります。播磨の国は山名宗全で完全に掌握されると。困った赤松家は、その後一旦金欠の変で、の中にも赤松が参加していると知りますけども、この金欠の変に参加した人間が、どの程度入ってるのかというのは、実際にあの処刑された人間、まあ、赤松が入ってるというのはどこまで入ってるか分かりませんが、赤松の変、金欠の変一応かかってるんですけども、その後赤松家の維新たちは長禄の変で三種の神器を奪還しています。その結果、功績によって赤松次郎星丸というあの子供を当主として再興すると。加賀藩国守護になったんですけども、この加賀藩国というのが、富樫氏の内紛によってちょうど藩国が空席になっていたと。まあ、あの富樫、これあの吉典の介入によって内紛を起こしとってごたごたする中で藩国が、消えてしまったと。赤松氏の再興に関しては、当時の管理が細川勝元であって、細川勝元と、もともと赤松光助、細川勝元の父持幸と赤松光助とはもともと親しかったこともあって、慣例細川勝元による山名宗全への牽制かというふうに、まあよく言われるわけですけども、私の見解、あのつうかこれ、あの室町幕府前将軍慣例列伝でも、室町幕府慣例列伝でも、細川勝元の、ところを執筆された、天野忠之さんはどっちが言ったら多分違う、あの違うだろうと。むしろ宗全が引きずり下ろされたことに対して、まあ宗全が足利島さんから、まあ、罰せられた、宗全の赦免と引き換えに結局勝本としては飲まされたと。でおそらくは赤松が、まあ、勝本に押し込んだのはおそらく奇形神髄だろうと。もう奇形神髄はその頃には復権してますので、赤松一門の、奇形神髄が正則を押し込んだんだろうというふうにな気がします。まあ、この奇形神髄な投資、これがないと多分あの文書の政変で、なぜ赤松正則が、あの失脚するのかというのが分かりにくいですね。この勝本が、宗全に対する牽制として、正則の復帰を、まあ、後押ししたんだろうならば、別にあの赤松正則は文書の政変でそんな慌てたことよかったんじゃないかと。むしろ、奇形神髄と伊勢定近ラインに接近していたと。これあの、ま、漫画なんで恐縮なんですけども、石森章太郎の日本の歴史では奇形神髄と伊勢定近がつるんでるように書いてありますけども、近年から結城正美さん の, あのシンクロを走るでは奇形神髄も出てきてません。だから奇形神髄に関しては実は、ね、あのこの文書の性変に関してもどちらか巻き込まれたんじゃないかという話も出てるぐらいであって、まあ、あのおそらく主犯は伊勢定近、奇形神髄が巻き込まれたのをきっかけに、赤松正則も、まあ、あの巻き添えを食らったと。あのもし勝本がこれご両親なんであるならば、この文書の政変では別に彼は、没落する必要もなかったわけであって、やっぱり、まあ、奇形神髄との関係というのは意外に、深かったんだろうじゃないかなという気はしております。応仁乱と赤松ですけども、応仁の乱の勃発で当然赤松正則はとりあえず播磨の国の奪還が一番大事ですから、赤松は
東軍に、くっつきます。赤松正則は割は早くに、播磨の国を奪還していたようです。小国寺の戦い、これでは正則は非常に活躍していて、この小国寺の戦いというのは京都市中における最大の、合戦であって、室町殿の隣にある小国寺を占拠してきた、西軍に対して、まあ、東軍が伏せ身の反撃に出た、その戦いであって、発足当初は東軍が有利、ところが大内政広の到着によって西軍が有利、ここで西軍が有利でありながらとりあえず小康状態になると。文明5年あたりになりますと、山名細川の間では講和の動きが出てきます。だがそれを妨害したのは例えば赤松正則であるとか、あとそれから絶対に引けなくなっちゃってるのは畠山ですね。両畠山、畠山すなわち畠山義弘、この2人は、両者および赤松の正則、この辺はもうそらやめるわけにはいかないと、ここでやめるわけにはいかないと、いうことになるわけです。この結果、山名宗全は自殺未遂をしたとも言われています。細川勝元もやがて、宗全と追うように死んでしまって、まあ、応仁の乱は、終結する。応仁の乱、1977年、畠山義弘の河内の国結局、これによって最終的に決着がつくと。まあ、その前には、大内政広の基準、西軍の中でも一番強い大内政広が、まあ、基準すると。それから、畠山義弘は、最終的に河内の国に帰国する。それ以降も、この義弘と正長は、山城の国などで戦い続けるわけですけども、播磨の国では、赤松正則と、山名正豊の抗争は、続いています。そうした中、1979年、赤松正則は、いきなり出資停止を食らうと。これは、まあ、寺社本所領問題があるというふうに言われています。ただ、その寺社本所領問題というのは、まあ、どこでも抱えている問題であって、まあ、正則が、とりわけやられたというのは、いろいろとあるんだろうな、というふうには言われますけど、まあ、何があったのか、ちょっと私には分からないと。で、山名正豊、赤松正則、まあ、相次いで、播磨の国に下国して、まあ、この構想は播磨の国、このところを舞台に、続けられるわけです。正則は、正豊に、逃亡、大敗して、一時堺に、逃亡しています。この正則が、播磨から堺に逃亡したときに、浦上則宗が台頭してくると。まあ、浦上氏の台頭ですね。もともと備前の、播磨の、浦上の将だったんですけども、後には備前の、守護代などを務めて、台頭してきた浦上則宗の台頭、こういったものがあると。少しずつそういう意味では下国上というのが始まっているのかなと。浦上則宗、それ以外には別所則治、あるいは宇野正秀。この宇野正秀は赤松正秀とも言われております。赤松正秀というのは実は二人追ってややこしいんですけども、こちらの赤松正秀は宇野正秀とも言われるやつであって、これ辰野赤松家の僧です。後に辰野赤松家はこの正秀のところに赤松正則の実子が入ったとも言われてますし、いや、そいつは実子じゃなくて、そいつは赤松正則の息子ではなくて、正秀の子供だよという話もありますけども、まあ、辰野赤松家、これ、実はどっから出てきたかっていうのは、ちょっと、実は不明であると、いうことです。ただ、赤松、宇野赤松を名乗っていると。応仁の乱で、播磨の国を掌握していると。それから、まあ、この、赤松下野守という関東名を名乗る家が、それ以前から播磨の守護代などを務めてたりするらしいんで、もともと赤松家の、有力な一門だったんだろうと。赤松家は意外と系譜関係等が不明なやつら結構多いので、なんとも言えないんですけども、どこにつながってくるのかも実はよくわからないと。この宇野正秀、赤松正秀は畿内を転戦し、天皇山上に、守備してますが、畠山義弘に落とされて、逃げたこともあると。赤松正秀、もともと播磨の守護職だったわけですね。守護代だったわけです。そこに、台頭してきたのが別所則治。播磨の国から没落していった赤松正則。まあ、その時に浦上則宗は、正則の不甲斐ない戦いぶりにぶち切れたらしいんですけども、その正則を支えて頑張ってたのが別所則治ですね。別所則治の家も先ほど言いましたけども、一応赤松の、もともとは、もっと、こう、ずっと先の方から分かれた家なんですけども、まあ、この持ち則が別所に、入ったというふうに言われてますけども、まあ、このあたり、系譜関係は意外とよく分からないと
いうことは言われています。この持ち乗りから乗り張るまでの系譜、一応名前載ってるんですけど、信憑性等でなるのでも、点々しておきましたけども、意外とよくわからないらしいと。その、乗り張るさんは、正成を伝えて山田軍から播磨奪還するときに非常に大きな力を発揮したというふうに言われています。その結果、別所乗り張るは、当番八軍の、守護代について、さらに軍代の部任権も掌握すると。本来守護が持っていたこういったものも、やっていて、まあ、守護権が、守護代の方に付与されていくという側面が指摘されています。主とした出た本は、こちらになります。播磨の国、守護代の、赤松正秀さんは、もともと播磨の国やったんですけども、この別所が、台頭してきたことで、西播磨に縮小していくと。赤松正成の絶頂ですけども、正成は1484年に、上洛して、義政、あるいは足利義政のに仕える形を取るようになります。まあ、上洛したですね。その後、播磨の戦いで、山梨に大勝して、1488年には山梨がついに播磨から退去して、正成は、ついに、播磨を、奪還すると、いうことになります。まあ、山田も、播磨からもう、山梨の、没落も始まっていて、まあ、山田は播磨から没落すると。1493年、赤松正成は細川政元の姉、妹と呼ばれますが、メシさん、東松院と婚姻しています。この赤松正成の婚姻の2日後に名誉の政変が起こっておりまして、この細川政元が、義胤を排して吉住に交代した事件である名誉の政変を起こしています。ということは、正成と、東松院のこの結婚というのは、この名誉の政変を、睨んだものだったのかというふうにも、まあ、考えられるというふうに言われています。この名誉の政変によって、細川慶長家である幕政の掌握と、まあ、これに関しても、いわゆる慶長専制政治というものが出来上がったんだという議論があって、それに対して近年では、細川だけじゃなくて、室町幕府独自にいろんな奉公衆なども解体されてないし、奉行人相、それから内断衆、こういった細川だけじゃなくて、そういう幕府の機構があって、まあ、その中で細川家と、この、幕府が、完全に細川が、全権を握ったわけではないというふうな話になってますよ。まあ、ただ圧倒的に細川家の影響下にあるということに関しては、これは間違いがないと。そういう中、1496年には赤松正成は従三位の位に叙せられます。それまで将軍と足利一門以外にはないと言われていた、そういう地位だったわけですね。これは、細川家もしのぐ高い地位になったわけですけども、まあ、朝廷の伏見の宮家に2万匹、それから、金利1万匹を寄付してるしたようであって、この頃、非常に、金銭的に苦しんでいた、ご土御門天皇にとっては、まあ、それに値するものだと。幕府も、おそらく、この細川政元の義理の兄にあたる正成を従三位にすることに関しては、細川政元が、ゴーサイン出しや、もうそれは正成に関しては、OK だろうと。この名誉の、今ふと思いついたんですけども、まあ、名誉の政変の結果、ごつちみかど天皇と、細川政元の関係が悪くなってたんで、その辺、正成がその辺うまく立ち回ったのかもしれませんが、従三位まで叙せられて、まあ、絶頂だったわけですけども、2ヶ月後に急死してしまいます。享年42歳ということで、正成、人物像については、まあ、非常に文化人であったことが知られています。戦闘に関しては、まあ、時の運もありますし、山名正人にボコボコにやられたということも含めて、なんとなく評価の低い傾向もありますけども、大二蘭で、将軍高い等で勝ってたりすることを見ると、この、ね、渡辺大門さんのところに書いてある無意味を取って無双の勇士ありというのもおそらく、赤松正成ではないだろうけど、まあ、ここに出てるのは赤松正成ですね。それ相応には、特に文化面での、レンガとか、そういったもので有名だそうです。ということで、正成の死後については、また、時間を改めてやりたいと、思います。これ守護代というのは、当番が別所で、正番が宇野で、
あと浦上も守護代なんですか。浦上は備前の方が、備前ですね。三政が出るって忘れた。あ、三政にもいる守護代。いるはずです。うん、当然。で、本来は播磨は全部宇野正秀だったのが、別所が入ってきたという理解です。はい。うん。で、山名が播磨から出ていったのは結局戦いに負けちゃったということなんですか。そういうことになりますね。赤松に戻ってきたんですか、山名から。まあ、室町幕府からの部任は基本的に多分山名が行っちゃった段階で赤松に行ってるはずです。だから応仁の、乱の初っ端ではもう当然赤松に行ってるはずですが、まあ、この場合西軍の方がどうだったらちょっと分かる。西軍の方がまたやってますからね。途中から吉見を担いで。あ、そうか。応仁乱が始まった時点で東軍からは赤松が守護に任命されてた、うん、たわけですね。そうそう、はい。じゃあ西軍は山名だったから守護は2人いたと。うん、両側が立ててたからね。うんうん。あとは実力なんですね、どっちが守護になるかというのは。うん、やっぱり守護にふさわしい実力のやつが。赤松自体の本拠地はどこにあるんですか。中心地いたらね、坂本ですけどね。山梨は坂本城におったみたいですね。あ、山名が坂本城にいた。山名が守護だった頃はね。そうそう。で、そこを攻撃してますんで。もともと赤松光助の頃って坂本でしたよね。そうですね。うん。どうなんですか。坂本のあたりはそんなに考古学的に出てくるの？知らないです。難しいんだよ、これがね。坂本城であるでしょ、城跡は。あるよ。ちっちゃいね、わけのわかんない状態で。あまり大きくはないですよね。まあ、こういうところ結構実際には調べ、こちこち調べたら多分工学的に調べてると結構あるんだろうなと思うんですけども。うん、だからこうぎゅーっと集権的に坂本の守護所に機能が集まってたって感じはないよね、これは。うん。どうなの、私分かんないけど。まあ、三つ助さんもさ、木山に行ってるわけだし。うん。白旗城って不便なとこにありますもんね。あそこから播磨の統治は無理ですよね。あ、白旗城？うん。あれはもう、吉田に捕まって逃げ込むとこようかな。最後の抵抗の場所なのかな、もしかしたら。うん、戦うのはいいですけど、一番端ですからね、播磨でも。当然は赤本とかもそういう風な感覚でもできるかもしれませんね。要するに山名がそこに守護所をドンと置いて、当時の中期根拠にしてたというよりはもう戦う場所であったという。え、そんな妖怪なの坂本は。知らないです、私行ったことないから。妖怪じゃないですか。うん、全然全然、諸社のふもとの小さなお城跡ですね。ただ便利ですよ、あそこはね。ええ、で出るにはね。だからなんでそれだったら国府を抑えた方がいいでしょってぐらいの場所だよね、あれ。うん、5着にしてもそんな妖怪性はないよね。分からん、私全く播磨は分かんないんです。だから、まあ、一応坂本屋ってことになってるけど、あそこに町があったというような感じもないですね。行ってみたらこんなとこかという。うん、沖塩城でしたっけ、はい、小塩城でしたっけ、あれ、うん、どっちでもいいんです、うん、あれも姫路の西の方に築いてるから、なんか赤松ってあの辺りに思い入れがあるんかなと。まあそれはそうなんでしょうね。もともと自分らの多分出身地があっちの方、西の方、西の方に北があるというイメージありますけど。いや、ね、要は分かんないんだけど、同じタイプのほぼ同じ縄張りの城をね、加古川の四方の中道資産に築いてのね、プランニング一緒。やや縮小パターン。なんか赤松っていうのはよく分からんのだけど、戦国大名として、普通こう交易とかもっと物流とか行くでしょ？うん。割と違うんだよね。そこら辺小林先生詳しいから聞いて。
一つだけちょっと思い出した点がありまして気になってるんですが、はい、お教えください。実は別所長治まあ、謎の出自だということをちょっとお聞きしましたけれども、実はその別所長治の配下におりました梶原氏とかですね、永井氏とかっていうのが、はい、おられますけれども、ああいった方もその山名が撤退した後に入ってきた仲間になった人たちというふうに考えてよろしいんでしょうか。どうでしょう、梶原ってなんかこの辺りに梶原景時の五男やったかがなんかこの辺りに離島があって、こいつは結局梶原の乱の後なんか生き残ってるんで、まあ古くからおった可能性あると思ってるんですけども。ということは残党みたいな人たちを寄せ集めて別所長治は配下に抑えたって、そんな感じでしょうか。そんな感じかなという気は何くしてます。私もちょっと自信持てませんけど、はい、はい、ありがとうございます。あとそれからこの辺りに影山の将ってありますよね、確か、うん、この影山という一名なかったですね、針間のとこに仕方の方なかったですか、あれは違うかな。いや、ふとそれを思ったのは私の、中学高校の同級生にこの名前の人がいて、その人が自分は梶原の関係者だというふうに言ってたんで、ずっとそれが引っかかったんですけど、最近になってこの針間ちょっと見てたら影山と梶原の関係があって、あ、そういう関係あったんかと思うことあったんですけども、具体的にはちょっと私も影山とどこなのかわからないんですけども、梶原氏は多分長井氏もそうなんですけども物流を結構抑えてるイメージがありまして、影山さんっていう方も過去側の仕方っていうところに結構いるお名前じゃないかなと。でどちらかというと侍というよりはなんかこう物流というかお商売に関係する、まあ、元締めのような方かなというふうに思ったりするんですけれども、うんうん、梶原氏長井氏ですね、武士身分、戦闘者身分と物流、はい、商人が違うっていうのはおそらく否定されるんじゃない。別に武士身分イコール商業者やっていいんじゃない。特に鎌倉時代の連中結構そういうの多いんかなという。いや、室町でもそうですよ、うん、いや鎌倉からずっとこうやってきてる人間つうか昔から物流されてきてたかなという、うん、梶原氏にしても長井氏にしても野口の長井っていうのがいるんですけれども、はい、鎌倉の、まあ、北条氏たちと一緒にいましたその長井、長井、はいはいはい、の子孫ではないかというふうに考えているんですが、大江の子孫ですね、いかがでしょうか。まあ、なんかね、いいことなんです。この方がその物流のところにお城を構えておられて、うんうん、結局三木合戦の時に一番先にやられたというのは聞いてます。いや、どこでも城ってのは物流なんだよ。あ、そうですか。特に平らなところの城で物流じゃないところっていうのを教えてほしいぐらいで、あれですね、東島さんが言うてたあれですかね、こう城があって、こう道路を取ってると位置があってどこに城を作ったら一番強いのか言うて、ここにやってやつった惜しいね、私ならこうする言うて、ここに作って位置をこっちに移すというこう道路をこう付け替えてっていう話を、なんかこれか、うん、これかこれでやっとありましたね。そういやあれでしょ、そこら辺極端に言うと青山大学系の道研の人、例えば岡大先生とかはまさに鎌倉武士ヤンキー商人の岡先生の岡陽一郎さん、そう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 、見たくなってくるわけで、むしろ物流こそ命、そう考えてくで、こう赤松ってのはちょっとどうなんでしょう。逆に言うたら赤松は意外とそういう物流には少ないというイメージですかね。私はちょっと弱いんじゃないかと思うんだよね。どうなんでしょう。いや、今まで浮田の話とかでは必ず物流のポイントを抑えた話で出てきてましたけども、赤松では逆にそういう、なんとなく私は赤松というのは
これもあくまでもうめちゃくちゃど素人的なあれなんですけども、赤松遠心っつうのがなんとなく悪党的言うんで、その辺の先入観だったんですけど、なるほど、赤松っつうのは割合そういうところはあんまり抑えていない感じ、うん、何なんだろうな、なんでなんでんだろう、関心がなかったのか、それとも意外とよそ者っぽかったのか、物流を把握する意思がなかったのか、そのできなかったのか、どっちなんでしょう。わかんない、海には出てこないんだよね。あ、で全く出てきませんよ、そういや、うん、赤松海軍って聞いたことねえな、うん、河川周運と街道はよく抑えるんだけど、うん、海には来ないんだよね。そういう意味ではちょっと一世代遅れるのかな。ああ、要は大量物流時代とはちょっと違うんだよね。うん。いや、すみません、これ播磨の片隅にいる私の感想です。あいおいとかって、あそこは一応赤松さんあれけど、ああいうところにも結局出ていかないわけですね、赤松さんって。あんまり聞かないですね。いや、一応那覇の港のところに赤松のお城があったとは言いますけどね。うん。別にそこに大した大きな力があったわけでもないし。うん。うん、だいたい播磨で一番大きい川って加古川やんに、なんで加古川のところにお城作らへんのかとは思いますけどね。ああ、なるほど。あ、三木城はあるんか。これは思いっきり支流ですよ、箕面川の。ちょっとね、北に寄ってる支流やし、だから本流のね。いや、だから抑えてるのは梶原でしょ。あ、そっか、梶原さんね。まあ、赤松水軍の梶原で。で、いいんだよね、小林先生。そうです、そうです。赤松正則は42歳で急死したんですけども、赤松正則に関しては大きなポイントはこの東照院との間に男子が生まれなかったと。正則の息子、これに関してもこの村秀さんがこの正則の息子であるのかどうかということも含めて実はようわからんと。一応ここでは正則さんにつけておきましたけども、こういうところから吉村を引っ張ってきたと、いうことになります。この吉村、七条家の吉村を引っ張ってきて、東照院の娘、米氏との間を婚姻させて、この吉村を、いわゆる三角守護、松宗家、それから播磨美政が備前の守護に据えたと。これには重臣たち、裏神や別所、こういった連中の後押しがあって、吉村、そのバックに東照院と米氏が吉村の貢献をやると、吉村が政治までは貢献すると。まあ実際には、吉村さんも実は意外とこの頃はもうすでに当時の世代で言ったら10代後半には差し掛かってるわけですけども、この吉村に対して赤松一門の中で反発する人々も出てきて、結局、別所則治がこの東照院の貢献をして、この吉村派、それから赤松勝則という、人物が一応名前出てきますけども、これも本によっていろいろ違うんですけども、基本的に赤松家の中でもいろいろと吉村でいいんかどうかとか、そういった議論が出てきて、最終的にこの別所則治が、この東照院を、バックに置いてると。東照院、この東照院に関しては今谷明さんが、女戦国大名がいたという話を、しておられて、それでちょっと、話題になったというふうに思いますけども、この東照院が、吉村に代わって守護権を代行したと。国の成敗を東照院印判上で行うと。ということで、メシ殿、あるいはつぼねと書かれた、やつ、それから室町幕府の、御内書も、ほとんど平仮名書きの御内書ないんですけども、琉球国王宛てのものが、一応御内書とされていて、まあ、これは最近ではもう国書というふうになってるんですけども、それ以外には、この東照院宛て、それからこの米氏宛て、この2つに関しては平仮名書きで御内書を出されています。東照院印判状を出されていることから、女戦国大名、あるいは女守護大名、女大名というふうに言われているわけですけども、渡辺大門さんはあくまで国の成敗で印判状するのは事実だが、あくまでも中継ぎの代理であって、訴訟に関しては吉村政治まで引き伸ばすと。だからそういう意味では、東照院権力を、あまり過大に見積もるのも慎重でありたいというふうに、言うとあります。ただ東照院が非常に活躍したのは、やっぱりこの細川氏との関係があって、この吉村さんは、細川住元についていたんですけども、この住元が敗北すると。
いうことになりますと、足利義澄、細川杉本、彼らが足利義胤によって、追放されたと、いう時には、吉村は当然立場は非常に良くなったんですけども、この東照院がうまく細川隆国と の間を取り持って、結局赤松家を危機から、救ってると。赤松家は細川と連携を強めることで、なんとか持ってきたんですけども、そこのところが、まあ、崩れた時には、この細川家が割れちゃった時には、この東照院がうまくやったと。ただ、東照院に関しては、渡辺大門さんがあくまで中継ぎの代理であって、吉村が成人してくると存在感がなくなっていくというふうに評価してはる、んですけども、まあ、事実、東照院は没年もわからないので、途中から存在感を失っていくのは事実だろうと思います。ただ、吉村の後も、米氏がそのまま春松のバックアップを行ったりしているので、吉村死んだとも一応この2人生き残っているらしいので、生き残ってこの春松を、一応貢献してるんで、とりあえず吉村がダメだった場合には、春松の貢献として、東照院が担い上げられてる。で、東照院のおそらくやっぱり、権力の基盤っていうのは、細川家との太いパイプであるということが、言えるというふうに思います。赤松、吉村。青年は不詳です。佐江松丸、二郎という、幼名、家名。これらいずれも赤松家歴代名乗りということを見ると、まあかなり早くから彼は赤松家の、こういう記事がある。1489年、松野義仲という話があって、もしこうだとするならば、そもそも、東照院は、後継ぎを産むために持ってきているわけじゃないと。もともと決まっていたけども、それでは結局赤松家中が収まらなかったために、東照院を持ってきて、さらにその東照院の娘の米氏と結婚させてというような話。ただ、このあたりこうやり出すと、なんかあっちこっち辻褄が合わないんですよね。1489年。東照院と、松則が結婚したのはその、4年後になりますから、そこから出てくると吉村と米氏の年齢関係どうなっとるんやと思うわけであって、この辺ちょっと私も、ちゃんと詰めてなきゃ、あんまり本、ちゃんともっと細かい渡辺大門さんの論文集でも読めば出てくるかもしれませんけども、これに関してはだからちょっと全部よくわかんないと。ただ、はっきりしてるのはここ、これだからよくわかんないと。ここのところになってくると、まあ、1996年には松則の死後に赤松家の宗家を継承すると。おそらく、まあ、東照院の米氏と婚姻することを条件に、ですけども、まあ、もしそうだとすると、まあ、どう見積もっても、米氏さんこの時3歳なんですから、いろいろとなんか、辻褄が合わないなと。当初、足利義澄に次ぐが義胤と講和して、返京を受けて、1510年には吉村というふうに名乗っています。まあ、元だからまあ前は別の名前だったんですよね。ただまあ分からんことが多いと。例えば細川晴元だって晴元の前、要するに足利義晴と同盟する前の、名前に関しては分かっていない。六郎というふうにだから言われるけども、畠山正長の兄貴も、実は名前分かってないというふうに意外と分からん人多いので、まあ何とも言えない吉村と名乗ってると。まあこの吉っていうのは、まあ破格ですよね。正則の息子としてこの吉という字を、配慮するのは、非常に破格だけど、まあ、意外と室町、赤松の場合、吉典っていう人がおるんで、意外とそういう意味では、吉村、名前もらってる、早いですね。もっと、吉輝てる時期になってくると、まあ、それもありなんですけども、赤松、足利義胤、ね、まあ、当時は吉田ですが、義胤から配慮してるということもありますけども、まあ、吉輝通じゃかなり異例です。で、1517年には、奉行、赤松志村の奉行人の、連署報書が出されていて、うち2人が割合信仰の人物が衣笠と、串橋っていうのが上がってきてるんで、彼は奉行人の強化、奉行人をこう任命して、こいつらを強化して、将軍大名権力を強化しようというふうにしてるんだろうなというふうに渡辺大門さんは、推定してあります。ただそれは当然重臣たち、特に浦上村宗との圧力を起こして、浦上村宗が挙兵、赤松義村はそれに連敗して、権威が失墜すると。村宗が播磨の国に侵攻していって、義村をついに隠遁に追い込むと。義胤と細川隆国の争いから、足利義晴を擁立することに決まったんですけども、義晴はこれずっと実は
赤松義村の下でずっと囲まれてきたわけです。あの吉住が、逃亡してそこで死んだ後、吉春は赤松義村の下に囲まれてて、まあ、吉村にとっては、その吉春を抱えてるということは一つの強みではあったんですが、吉種が追放されて高国が吉春の擁立に踏み切ると、浦上村宗が、細川高国と吉村の関係を取り持って、足利吉春を高国のもとに連れて行って、まあ、吉春は、十二代将軍になると。これで吉村は吉春の育ての親として権威があるのかとは逆で、結局まあいわば手よく取り上げられたと、焼酎の玉を取り上げられたということですよね。だから逆に、うん、吉春を手放した吉村はその翌年には暗殺されてしまうという形で、浦上村宗による下克上が成立したということが言われています。この浦上村宗のバックには赤松春政、バックつがその浦上村宗が担いだのは赤松春政ですね。春政つ名前も、後に、もらう名前です。吉村の子村宗に擁立されて1520年に8歳で家督を継承しています。翌年には父親が暗殺されています、暗殺され、しています。この赤松春政、細川高国は、まあ、足利義晴の擁立のいきさつ上、高国と深い関係を持つようになります。で、1531年、細川高国、浦上村宗、この両者が、細川春元と戦います。この赤松春政は、細川高国、浦上村宗の御詰めを務めていましたけども、この春政は背後から村宗を吸収して、細川春元に寝返っています。高国は春政の攻撃を受けて、総崩れになると。これを大物崩れと言います。細川高国は逃亡して大物城に入ろうとしたんですけども、その時には細川春元に抑えられていて、結局高国は、あちこち逃げ回った挙句、最後は、見つかって、自害、腹を切らされたと。その戦いの中で浦上村宗も戦死してしまいます。浦上村宗の遺児たちが今度は赤松春政と戦うという形になっていくんですけども、皮肉にもこの浦上氏との戦いを終わらせたのは雨子春久でした。雨子春久が、播磨に侵入してきた、備前播磨に侵入してきたことで浦上と赤松戦ってる場合ではないと、いうことになって、浦上氏と赤松は、手打ちをします。まあ、恭順。一応、浦上氏が恭順する形で、浦上と赤松の戦いは、一旦休戦と、言うんですけども、雨子に、追われてしまった赤松春政は堺に逃亡しています。ところが、吉田郡山城の戦いで雨子氏が毛利に、敗れたことで、雨子氏も、この播磨の方まで、こう、勢力を張る、そんな理由はないということで撤退して、赤松は一応、赤松浦上は一応、まあ、休止に一生を得ると。1552年には、雨子春久が備前美政の守護に赴任される、いうても、当時の守護式というのがもうすでに軽減化しているとは言い以上、一応、この、幕府からの保証である備前美政を今度は、室町幕府は雨子春久に当ててしまうということで、赤松家は播磨一国に勢力を権を、縮小していくというか、まあもともと逆なんですけどね、本当は備前や美政の守護を失ったことによって備前美政に対する支配権を失うんじゃなくて逆であって、備前美政が支配の実態がなくなっていったことを室町幕府も認めたと。で、春久からうちは備前美政を持ってますよというふうにアピールがあったら、春久に、その守護職を与えると、いうことで、まあ、室町幕府による実態の追認ということになりますけども、この赤松春政は1558年に、赤松家の重臣である小寺政元によって春政の息子の義経が擁立されます。春政は、辰野赤松氏のもとに、逃げ込んで毛利氏と連携始めますけども、10年後には亡くなると。赤松義経ですけども、1537年に生誕しています。1558年には小寺政元に擁立されて父春政を追放、赤松宗家を、継承しています。1564年、浦上清宗と黒田元隆娘の婚姻の席に、この辰野赤松家の赤松政秀が吸収して、浦上家が、浦上政宗、清宗父子が殺害されると、いうことになります。で、これで、赤松本家の、力を持った浦上家が崩壊するわけですね。で、これ実は、この事件は、軍師官兵衛の最初の方のところで、
そういえば出てきましたね、この、事件については。この黒田高本っつうのは黒田官兵衛の親父です。この黒田高本の、娘っつうのはドラマでは、黒田、官兵衛の幼なじみで、黒田高本の、養女となって浦上清美と結婚したんだけども殺されてしまうという、まあ、あの官兵衛にとっては非常にトラウマになるような事件として取り上げられてますけども、実際には、浦上家が、浦上本家がこれで潰されたということになります。1965年には、赤松晴政が、死んだことによって、これは正秀じゃなくて晴政やったんじゃないかという話もありますけども、まあ正秀と晴政つるんでましたから、赤松、晴政、正秀、連合の連合によって浦上、赤松義助、浦上、政宗に対する攻撃ですよね。赤松晴政が死んだことによって正秀と和睦します。まあ正秀の場合は要するに晴政、追放された晴政がやってきたんで、まあ、戦ったと。ただ、正秀自身は和睦の道を選びますが、正秀は和睦する言うても、まあ、力関係で言ったら正秀が結構強いんで、正秀は当然独自の動きをしていくと。例えば、1568年には足利義昭、織田信長と正秀が連絡を取り合うようになると。それに対して勝手なことをするなと。浦上宗景と、赤松義秀は、義助は正秀を攻撃しますが、それに対して正秀を助けろとばかりに織田軍が侵攻してきます。織田の侵攻、さらに備前の国では、力を持ってきた浮田直家、この浮田直家対策として、浦上宗景は結局備前に、帰国してしまうと。ただ赤松義助にとってラッキーだったのは、正秀が黒田官兵衛に、まあ、敗北します。で、辰野城を、浦上氏に奪われて、幽閉されたと暗殺されます。これで、まあ、義助としては楽になったと。彼は1570年に、嫡子の頼房に家督を譲って隠居。6年後に死去しています。晩年の赤松家にしては、おそらく後半の赤松家の中では稀に見る穏やかな死であったと思います。織田一門と、織田信長と赤松一門について見ていく。毛利の戦いのために、播磨の国は信長方の拠点として位置づけられになります。で、浦上宗景は織田につき、一方、備前の浮田は毛利につき、播磨は基本的に織田につくんですけども、1570年、突如、信長に反旗を翻した別所長春は、羽柴秀吉の攻撃を受けて、三木の日殺しに遭うという話なんですけども、まだ話は続きますが、一旦切りたいと思います。赤松七条家って、なんでこれ七条家って言うんですか？多分彼らの京都の屋敷が七条だったからじゃないですかね。東照院は結婚してどこに住んでるんですか？どこなんでしょうね。松則と結婚した後、松則が播磨と京都の両方おるから、当然京都におる可能性も高いわけですね、これ。松則の死んだ後には播磨に行ってるとは思うんですけども、松則がおる間は、可能性は京都におっても不思議じゃないですね。東照院でいい年でしょ、もう。結婚するときに30半ばかな。で、それからこの小飯さんが生まれたんですか？そうです。30超えたと思います、確か。で、赤松義村は大名の権力強化を図って、一回失敗するんですね。結局失敗するわけですね。ここでどうするか失敗するかで分かれるんですね、運命が。そうですね。戦国大名にちゃんとなれるかどうかの。赤松の場合はうまくいかなかったと。こういうのって結局うまくいくいかないというのは当人の力量というよりは、まあそれ以前のあるような気がしますけども、どうなんでしょうね、あれ。吉村さんがバカだったからっていうのはちょっと気の毒な気もするんだけど、孫とかはうまくいってるのになぜ赤松うまくいかないなと赤松さんからすると思ったりするかもしれませんが、大内なんかもなかなかちょっと難しいあれでしたもんね。なかなか簡単にはいかないんですね。うん、国衆たちを抑え込むというのは、あるいはこの守護大クラスの重心をどう操縦するのかというのを、細川隆国と宇田上村宗をまとめてやっつけますよね。はい、天ヶ崎の方で。で、これで宇田上を討ち取ったのにはかかわらず、その後も主導権回復できなかったんですか、ここは。で、天子は結局入ってきたの大きいでしょうかね。結局浦上も尼子もそれどころじゃなかったと。
で、尼子ももう播磨統治するんじゃなくて略奪に来たみたいなもんやという、うん、ってことは播磨は荒廃しちゃうわけですよ、尼子が入ってきたら。まあ尼子としても別にしっかり通してやるぞと、ね、突っ込んできて取れるもん取っていって帰っていくという感じでしょうから。でもその頃には備前や三正坂についてはもう赤松は統治力がなかったと。うん、裏紙が多分自立していて、しかもその裏紙の、さらにその同盟者というか家来というかその辺の微妙なあたりの浮田がまたあの、実際に力を持ってきてるという感じになってきてますから、春馬さんはこれ最後の方はなんか小寺ぐらいしかない、その小寺に最後足洗われたという感じのいうふうに読みましたけども、それでは辰野赤松氏が最後まであのかばってくれたつうか、まあかばってくれたというか、まあ使い道があったつうか、辰野赤松氏から薬やこの春馬さんが飛び込んできたのはラッキーだったのか、まあラッキーだったんでしょうね。もうごちゃ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 しててね、裏紙と赤松がいっぱいでごちゃごちゃしてますね。これ何回読んでも実はうまく整理しきらんのですわ。あのついたり離れたり、あれどっちやったかいなと、これ誰やったかいなとか。赤松が宗家と辰野赤松と会って、でそれに裏紙がいるから、これ系図書くときに3本書かなあかんのですね。うん、しかもこの辰野赤松というのがちょっとあの微妙にお前誰だみたいな、手っ取り早く考えるならこの系図を信用したらいいんでしょうけど、この村秀、広政秀、これを信用したらいいんだろうけども、ここのところがこれが入ってますかね。で政秀が2人おるから、あの余計な話がこし、あの確か村秀の養父とも、こいつも政秀なんですよね。でだからこれあの宇野さんと書いたりしますけども、宇野政秀、あっ末と書いてるらしい、まあ、だからなかなかちょっとややこしいですね。で裏紙もなんか2系統に結局入っていきますから、私もちょっとよう追い切りません。浦上っていうのは木の長谷雄の子孫と自称しています。木の貫之の方とはですが、木を姓としています。木を姓とする家って、まあ、ちょぼちょぼあるんで、一番有名なのは岩清水八幡宮の傍観である田中、それから善宝寺、木の貫之系とはちょっとまたあるんですけど、長谷雄系ではない、木なんですけど、まあ、最後は木ですね。でこの浦上氏は、播磨国の浦上荘の地頭としておって、まあ、 あの鎌倉時代には修法名帳を出しています。室町時代には赤松氏の重臣となって、播磨の守護である赤松の重臣として存在も出してますけども、しっかり名前が出てくるのは応仁の乱後で、赤松正則の元で侍どころの諸士、あるいは山城の国の守護代なども、務めております。そういうふうに、まあ、活躍、まあ、この正則の時代に、浦上氏の存在感は上がっていくと。浦上家、大きなポイントは浦上村宗。この浦上村宗の時代に赤松義村を殺すことによって下克上するわけですけども、大物崩れによって浦上氏は、あの、浦上が、村宗が殺されて、その後、春久信仰で赤松を亡くして、この下克上というのは失敗のことは先ほど見た通りです。その後、浦上家は、分裂します。尼子氏と連携する、政宗と対立する宗影で、後にこの政宗は先ほど見たように赤松政秀によって、滅亡してしまって、この政宗系統はあの滅びます。で弟の宗影、政宗と清宗を滅びて弟の宗影が力を持ってきますけども、この宗影備前三政坂を中心に勢力を張りますが、最後は浮田直江に追放されて、浦上家は、滅亡します。浦上宗影の、行方も、あの、没年も行方も、それ以降の行方も分かっていません。一応、浦上家の子孫等は各地に散っていたというふうに言われております。だから、浦上の中でもまだこれ、あの、対立分裂を繰り返していくんで、話が余計にややこしいと。赤松宗家の滅亡。赤松義助の後は、この赤松憲房が継ぎますけども、この憲房、それがその子の息子の憲秀、このようになってくると資料が非常に乏しくなってくると。特に憲秀に関しては同時代で、確かめられないので、憲房と、憲房は一応1597年亡くなってるんですけども、
この辺に関してはもう大変怪しくなっていく、と。だから、そのせいか、大阪よしみさんはもうほとんど1ページぐらいで終わらせています。で、渡辺大門さんもこの辺は、こちらも、まあ、名前が赤松遠心三月から、朝松正則が元服するのが270ページで、赤松氏が、正則が死ぬのが276ページ。で、赤松氏が滅亡するのが277ページ。今日の部分の、話は、実は、寺の本では、この1ページなんですね。で、渡辺大門さんはもうちょっと、結構詳しく書いてくれてあります。けども、赤松のりふさんに関してはもう、1ページぐらいで終わってます。ハリボンの国は羽柴秀吉が毛利軍との戦いの最前線に組み込んだ結果、赤松のりふさは秀吉の家臣になります。本能寺の変後も秀吉に従って、静ヶ岳の戦いとか、いわゆる四国、出兵とか、小牧長久手の戦いとか、そういう様々な戦いに属して、播磨の国の沖潮と、それから阿波の国の住吉、これに関しては合計2万石説と、結局こちらはダメになって、こちらに1万石という説がありますけども、1万石ずつ、1万石ずつ、2万石という話と、こちらが最後、最初に取り上げられてしまうという説がありますが、まあ、一応、秀吉の下で大名として生き残ることに成功しましたが、のりふさの死後、のりひでが西軍に属して沢山城にこもりましたが、逃亡後、降伏、そして、処刑されたというふうに残ってます。ただ、当時の記録には出てきませんので、この人物がいたかどうかも実は怪しいと。で、赤松正秀の方、辰野赤松家の方ですけども、こちらはもうちょっと気の毒な、運命をたどっています。赤松博秀も信長秀吉に臣従して、同じようにこの博秀も静ヶ岳の戦い、それから小牧長久手の戦い、それから朝鮮出兵などにも、四国、九州、朝鮮出兵、そういったものに、従軍し、戦功を挙げて、田島の武田城を与えられています。実際には当然、辰野を、要望したらしいんですけども、まあ、辰野は結局もらえずに、田島の武田城。関ヶ原では西軍に、つきましたが、亀井惟則の、つてを頼って、東軍にいち早く降伏しました。東軍に降伏した後、鳥取城にこもっていた宮部長次を攻撃したときに、この赤松博秀はとにかく早く功績を上げなきゃならんというふうに考えて、鳥取城攻城戦で民家、城下町に、放火したんですね。ところが、その城下町、民家への放火を咎められて、徳川家康によって切腹させられるという最後をたどっています。で、この赤松博秀に関しては、もう一つ有名な話があって、それは藤原の生家、あるいは関藩との親交があって、関藩はその関陽禄で、日本の武将たちはみんなどいつもこいつも盗賊だが、盗賊みたいなもんだが、この赤松博秀だけは人間として素晴らしかったというふうに書き残していて、赤松博秀は、儒学をかなり学んでいたんですね。で、藤原の生家はもともと播磨の国の、細川の将の出身ですし、まあ、親父が、殺されているという関藩は、まあ、藤原生家と藤原生家の師匠というのは藤原生家に朝鮮朱子学を、教えた人物です。その関藩が、だからまあ赤松博秀はこういう朱子学にも非常に関心の強い人物であったということが、まあ言えるというふうに思います。赤松宗家は滅亡してしまいました。で、あと残ったのは有馬氏。実は有馬氏は、こういう家です。赤松俗有の、のりすけの五男である赤松義助、有馬義助。まあ、この頃有馬と伊集に後に言ってますけども、当時は彼は実は赤松だったみたいです。この有馬、摂津の国、有馬軍の地頭を領有し、摂津の、文軍守護とも言われてますけども、まあ、この文軍守護という言い方に関しては、ほんまに彼ら守護職もどうなのかということに関しても、まあ、議論とかが出てきます。で、この有馬も地位、足利義教の側近として、使えてます。赤松光政が山名宗全によって潰されるときに、赤松光政にこうして挙兵はしたものの、最終的に、光政を撃ったのは、この有馬も地位であると。あれを持ち家はただ、許されず、まあ、許されたのは結局、息子に家督を譲ることを条件にどうも許されたようであって、昔はこのさんま、吉間さん側近のさんま、これはこの持ち家ではないかと言われたんですけども、
近年では息子の元家説が有力です。というのは、持ち家では若干ちょっと名前のが持ちであることも分かるように、若干この義政に使えるにしてはちょっと年食いてるということで、おそらくはこの元家だろうと最近で言われています。まあこの三間、いわゆる今参り、烏丸、それから有馬、この三者を三間と呼んだというふうに、まあ当時の運戦対局の日記に書いてあるんで、確か、仁村の大丈夫じゃなかったな、確かあっちだったな、と、まあ当時の日記に、書いてあるんで、まあこの言葉は当時からあったんだろうと、三間というと、有馬と、烏丸と、今参り、義政の側近として力を振るった人々ですね。ただ彼はこの三間という言葉が出てくるのは1455年の正月の、日記に書かれてるんですけども、その直後、彼は失脚します。赤松憲久が細川持常に煽られて挙兵するんですね。この細川持常もなかなかやり手いうか、阿波守護家なんですけども、細川家の一門で阿波守護家。まあ、だから、細川晴元の、ご先祖さんと言いますね。阿波守護家で、三州家、三抜きの神を接収したんで、その関東を接収したんで、三州家と言われますけども、その、細川三州家の持ち常に、まあ、保護された憲久が、播磨の国をやるために、立ち上がったんですけども、まあ、義政結局手のひら返して、憲久を、潰すと。で、それに連打して、元家を出家します。吉見が元属した時に吉政から命ぜられて吉見に仕えたんですけども、1169年足利義政の命を受けた赤松政則によって殺害されると。これはシンクロ走るでも有馬入道か、吉見今出川様は悪い付き合いがあるのを言うて、伊勢シンクロの父親の伊勢森貞が、つぶやくシーンがありますが、でこの元家殺されたことで吉見は追い詰められていくというシーンがありますけども、まあ吉見と吉政さんの対立の中で政則が殺害されて、まあこれを契機に、吉見は西軍の方に走っていっちゃうんですね。有馬家は、その元家の後、分裂して、所流の有馬重則が摂津から播磨の方に入っていって、三木付近に、勢力を蓄えます。で、播磨が、秀吉の、まあ、支配下に入った段階で、有馬範頼は、秀吉に、臣従しています。有馬豊氏は、範頼の息子の豊氏は秀次家老の渡瀬重明に仕えたんですけども、秀次事件でこの渡瀬重明も、連打して改易になります。渡瀬重明の嫡子にその継承も許されず、渡瀬重明は、秀吉から付けられた付け家老なんですが、もともと、この渡瀬重明がかなり、悪いことをしようたと。悪いことというか、まあ、領地の統治がよろしくなかったという、叱責があって、結局、重明の重臣であった秀吉から渡瀬に押し込まれていた豊氏が、この重明の所領である遠江の国、横須賀三万石を配領。その後、まあ、豊氏は、関ヶ原の戦いでは東軍に属して福知山六万石、さらには大阪陣でも活躍して筑後の国久留米藩21万石の大名、国持ち大名になります。ちなみにこの有馬豊氏の子孫の有馬雷帝さんは、将軍の有馬雷帝さんは何の功績もないので21万石っつうのは不思議やなというふうに自分のご先祖のことをディスってはりました。久留米藩はその後幕末まで続いていって、現在でも、まあ、赤松家の中で一番結局栄えたのはこの有馬氏であったと、ちなみに肥前有馬氏とは全然関係がありません。どちらも九州に有馬なんで、しばしば私も、ちょっと迷うことありますけども、久留米の有馬と、それから九州の肥前の有馬とは、全然関係がないと、いうことです。あれなんで有馬は多分地名でしょうね。というわけで、赤松、一応終わります。赤松本家って秀吉が来た時に秀吉に従ったのにたった2万石しかもらえなかったんですか？まあここのところ難しいね。2万石しかもらえなかったのか、まあ一応2万石もらえたけど御の字なのか。秀吉が姫路城を作る時に隠岐使用場の資材を提供したとかいうあの人でしょ？そうですね。
そんなもんかな、残っただけでもラッキーとすべきなんかな。まあ難しいところだけども、赤松本家とか辰野赤松家とかはもう別々に生き残りを図るわけですね。そうですね、有馬も赤松としての一体感というのはもうないですか。ないですね。太秀と春馬さんの関係考えたら、まあ、あの広秀と範房も、まあ、結局、まあ、両方とも秀吉にくっついてるのがいいんだけど考えたらあれ、そうや、両方とも同じように戦って、あの同じように戦ってたけども、この間になんか連携なさそうですね、この範房さんと広秀さんの間に。それぞれあのちゃんと秀吉に忠勤を尽くしてると。で、別所は別所で別に動くんですね。うん、動いてし、あの沈没しましたね。赤松グループの中で別所だけが毛利方に行ったと、最終的に。うん、なんか別所っつうのはなんかものすごい名門だったんでというふうな話なんだけど、いやそれ言うたらあのそこ我慢するのあかんよねと、あのいや別所が仮にですよ、仮にあの別所がうちは赤松家の、分家であると、そんな秀吉みたいな慣れがるもんかに突き従えるか言うて秀吉にそう思いた話なんですけども、それ言い出したら範房とか広秀とかのことを考えてやるよとあれ有馬というのことを考えてやるよと。別所よりは有馬の方が名門だと思うし、範房はあの赤松だぞみたいな。で、最終的に赤松という名前は残らず有馬だけが残ったと。有馬は逆にあのあそこで赤松に戻すんですね。結構そういう時に赤松の名前に戻す人結構多いと思うんですが、有馬は戻さないんですね、これ。それも不思議じゃ不思議ですよね。そうですね、赤松の方が名族名前、そう、久留米藩主赤松言ったら、しかも嘘やないというそれ嘘やないという、あの本家滅びたらその本家の名前を引き取るケース多いじゃないですか。そうですね。だから赤松範秀広秀が滅びた段階で有馬豊二がじゃあ僕赤松にしますって言わなかったんかな。もう赤松って名前どうでもええ思っとったんかな、あいつ。俺は摂津の組の有馬の子孫だという意識が強いのが。赤松より有馬の方がかっこいいんじゃない？有馬は結構優勝あるでしょ、場所としては。そうですね、うん、と温泉の湯治場として。いやいや、あとまあ軍だし、赤松なんて軍にもなってないし。ああ、有馬軍、うん、うん、よくわかんない。赤松結構わからんところ多いですね、やっぱり。一旦滅びて、で有馬を取り返すとこまで行ってるのにね、備前三政かも守護取り返して、まあ多分逆に言うとその取り返せたけども、それだけにそれを支えた裏神とか別所とか、まあそういったものは結局力を持ったということなのかな。でそいつら勝手に動き出して最後は空中分解しちゃったと。でも逆に言うたら、あの一応大名として何人か豊臣大名に残れたというのも偉いっちゃ偉い気もしますよね。あの芝とか細川とか細川慶長家とかに比べると畠山とか、うん、そこであの中途半端に残ったから逆に後家には残れなかった、まあ、やっぱり最後ここで東軍に行っとりゃもしかしたら広秀さんなんかもうちょっとうまく土地まとったら後家なり、広秀だったら大名になれたかもしれないですけどね有馬ぐらいの、有馬までがないってもの、関ヶ原で西軍の方に行っちゃったからね。うん、まあ、いくら秀吉にべったりついてたからとはいえ、そこのところは有馬ぐらいの。で、依然として最後までこの赤松というのは本拠地がどこやとかいうのは出てこないですね。うん、なのでそこそこね、毛利の郡山とか尼子の合算富田城とかね、それぞれそこそこお城作ってね、城下町作ってやるのに、うん、赤松本家はまあ多分沖潮にあったのかな。塗り房が沖潮、最後までもらってるのと、沖潮城どうたらこうたらの話あるとこ見ると、沖潮あたりにまあ最後の方おったのかなという。大きなお城らしいですよ、沖潮城って。はあ、大きいよ。え、平地、山城も山城、山城、山の中に町一つが入ってる感じ。ああ、巨大城郭、大きいらしいです。
じゃあそこが結構赤松の一つのポイントだったのかな。うん、拮抗しちゃうんだよ。ただね、なんであんなとこにとは思いますけどね。いわゆる交通の要所とは言えない。いや、ある程度はそうなんだけど、とてもとてもあの時代のトレンドとは違うよね。ああ、もっと古いトレンドになりますかね。でもしそうやとしたら、赤松の一つのポイントは、その考え方の、その重心集団を含めた赤松家本体の、そういう頭の古さ、公益というか、そういったものにあんまり、掌握。壮絶な大きな山の中の町で、うん、異物もすごいんだよ。本気で住んでるんだよね。爪の城なんて感じじゃない。不思議です、赤松ってのは。まだ辰の五着はまだ、はい、幹まだちょっとマシ。わかんない、私には。理解できない。まあ、それだけダメダメなのかもしれないけど、主勢に入ってんのかね。わかんない。誰かそんなこと言ってる？言ってないよね。多分言ってないと思います。じゃ、渡辺さんの論文書は読んでないので、うん、一応これ見た範囲ではそういう話はしなかったような気がするけど、わかんない。ごめんなさい。いや、誰も言ってないと思うんで。多分、赤松家の研究なんかまだそこ、そのレベルまでまだいけるあれでもないかもしれないし。すごいんだけどね、赤松、赤松で、ハリマ。うん。で、結局っていう。旧自体、めちゃめちゃ多くはないでしょ、確か。うん。学術はね、すごいだ。郷土史家ならもうそう多いんだけども。いや、渡辺大門さんが、愛用獅子を買っ、愛用獅子 の, しあの資料編を買って、赤松勉強する人いませんか言うて言うたって、呼びかけてあったから。てんてんてん、ちょっと目が向こう向いてますんで、はい。誰かやって。まあ、愛用はね、赤松じゃないからね。それ言ってもカッコはもう赤松じゃないんだよ。京都が一番赤松に近かったりしてた。うん。立つのも赤松がいたけど、立つのでもあんまり赤松って言いませんよ。とかも脇坂の町で。赤松は、うち、京都やったらあれか、二条城の、現在二条城の、真正面に昔あった全日空ホテルあたりがどうも赤松見続けの屋敷やったみたいですね。いや、そうなんだ、あそこなんだ。あの辺やったと思います、確か。しら、確かの辺。堀川、二条城の近くなんですよ。うん。二条城、ちょっと東側に、赤松のあれがあって、あの辺りでどうも、柿津の乱が行われたと。だから近いね。でも赤松はまあそういうところで。はい。私は郷土史家の本はいっぱい、私は一冊買うてきましたよ。赤松即有の藤本先生かなんかやって、小学校の先生が書いた。そういうので結構あるんですよね。うん。人気はある。どうだ人気はあるんです。大変ある。あるらしいです。愛用以外のとこは。神ゴリラ。いやいやいや、すごいよ。播磨守門についての講演会を。ちょっと後輩、ずっと昔に後輩呼んでやったことあるんだけど、鎌倉期の播磨守護所についてね。そうしたら、はい、ものすごい300人超える聴衆で、じいさんたちが気合を入れて、さあ、赤松、赤松、今日も赤松っつってたけど、赤松は一切出てこなかったという。そら、鎌倉の守護所で出てこないですよね、うん。まあ、そんなとこですよ。だからすごいね、播磨区の、研究会の講演会行くと講師の先生が赤松一族の何の何がしって言うとこうフロアのシルバーエイジの人たちが赤松の何の何がしってつぶやきながら一斉にこうメモを取るという、うん、これが播磨段階ですから、うん、なるほど別にディスってるわけじゃないですよ。これはこれ一つの成功事例ですから、うん、もう来た瞬間に、うん、よし赤松が一切出てこない中世史やろうって。なるほど。で、今日に至って誰からも相手にされないという、とってもハッピーな人生を送っております。はい。